ストレートエニアグラムが先でしたっけ。はい、でこれがちょっと久しぶりすぎて久しぶりですね。、はい、ストレートエニアグラム、はい、リトヘの友人屋です。 T 隊長です。 T 隊長です、はい、今日はまあエニアグラムタイプ5、うんうん、でご紹介させていただく本はもうバイブルですね、はい、エニアグラム、うん、あなたを知る9つのタイプ、うんうん、基礎編、はい、でタイプ5調べる人とあって、根源的恐れが無力で役に立たず無能である、うん、かっこ圧倒されること、うん、根源的欲求は能力があり有能であること、うん、で超自我のメッセージ、うん、何かに熟達したら大丈夫だ、うん、っていうのがあり、この性格タイプ5調べる人は真剣で知的なタイプ、うん、洞察が鋭い、うん、革新的、うん、打ち解けない孤立する、うん、とあって、うん、タイプ5を調べる人と名付けたのは、うん、他のどのタイプよりも物事がなぜ現状のようになっているかを調べたいと思っているから、うん、宇宙ミクロの世界、うん、動物野菜鉱物、うん、想像力による内的な世界などのいずれを問わず、うん、どのように世界が機能しているのかを理解したいのですと、うんうん、彼らはいつも探求し問いを投げかけ、うん、物事を徹底的に調べますと、容認された意見や主義を信じず、うん、大半の仮説が真実であるかどうかを、うん、自分で確かめたいという強い欲求を感じますと、はい、ジョンはこのような人生観についてこう語ってますと、うん、タイプ5というのはいつも学び、うん、この世界についての情報を取り入れる必要があるということなんですと、うん、学びのない日は日が差さなかった日のようですと、うん、タイプ5としては人生について理解したい、うん、出来事がどう起きるのか理論的説明を持っていたいんですと、うん、こういう理解を持つことで自分は管理し、うん、コントロールしている気になれます、うん、僕は大抵直接関わるのではなく観察者として距離が離れたところから学びます、うん、時に人生について理解することは、うん、人生を生きることと同じぐらい良いとさえ思えます、うんうん、だから人生とは単に学ぶのではなく、うん、生きなければならないものだと知るのは辛い旅ですと、うんうん、なんでこの人たちは、うん、知る知りたい、うんうん、っていうと知ればいい、知ることで生きていけると思ってる。なんで別に経験はどうでもいい、うんうん、頭の中の世界で、うん、生きていけば仕組みが分かれば OK、うんうん、それで対応していけるって思ってるって感じですよね。なので、うん、このジョーは言うんですよ、うん、生きなければならないっていう現実を知ると、うんうん、これは辛い旅ですと、うんうんうん、だって学びがない日もある、毎日が学びなわけではない、うんうんうん、っていうタイプ5、生きるという作業みたいなのもあるってことですもんね多分。そうですね、うん、ルーティーンとか、はい、あ、アドラー視点で読むっていうところでしたね。あ、はいはいはい、はいはい、アドラーの話をしてもいいですか。はいはい、まあ、人が変われるっていうんですよ。人は変われるっていうのがアドラー、うんうんうん、で過去の原因ではなく、うん、今の目的、うんうん、で、うん、外に出たくないから、うん、不安っていう感情を作り出しているんだ、うん、っていう目的論ですね、うん、アドラーが言うのは、うん、目的論、うん、で我々は原因論の住人である限り、うんうん、一歩も前に進めないよ、うんうんうん、そうですね、なんでこの人たちは知識がないと出ていけないと思っている、うんうん、から知識をなんかね、僕は知識がないからまだできないんだよ、うんうん、って思ってるって思ってるのがタイプ5、うん、はい、っていう、なんでこの人たちは出たくないっていうのが目的なんですね多分。アドラー的に言えば、アドラー的に言えば、うんうん、出たくないよっていうのが先にある、うんうん、なぜなら知識が僕は完全じゃないんだ、うん、完全な知識を持ってないんだ、うんうん、っていうのがあるので、うん、そうやって言うが、うん、アドラー的に言うと、うん、違うと、うん、君は外に出たくないから、うん、あの僕の知識が完璧じゃないって言って、うん、そこにいるんだねっていうのがアドラー、うん、アドラー的に言うとそんな感じですね、っていう、そうですね、うん、この知識ではまだ不安みたいな感じですもんね。そうなんですよね、うん、
知識に限そのなんて言うんでしょう、満足の地点があるか、うん、っていうと、うん、おそらくないんですよね、うん、ないからずっとこう引きこもって何かをやってるみたいな。で、うん、アドラーの予習としては、うんうん、他者の期待は満たす必要がない、うん、でまた他者もまたあなたの期待を満たすために生きてるのではない、うんうん、っていうところで課題の分離ありましたね、うん、課題の分離、あの人の課題、はい、僕が叶えないやらなきゃいけないのは、うん、僕の課題、うん、その課題に向き合う、はい、できないっていうのは、うん、それは君の思い込みだよって、うん、目的にしてるねって、うん、やらないのを目的にしてるねっていうのがいちいち痛いですねアドラーさんは6が痛がってる感じっていうアドラー、はい、であとは今日対人関係のゴールは共同体感覚だよと、うん、あとまあアドラーで紹介しなければいけないのは、人生のタスクをどう乗り越えるか、うん、人生のタスクというのは、まあ、行動面の目標が2つあるよと、うん、自立すること、うん、社会と調和して暮らせること、うん、で行動を支える心理面の目標が2つ、うん、私には能力があるという意識、うん、で人々は私の仲間であるという意識、うんうん、でこの目標は人生のタスクと向き合うことで達成できますよ、うん、っていうのが、まあ、これアドラーというか、まあ、岸見一郎のイズムかもしれないんですけども、うん、でもどちらかというとこのタイプ語というのは共同体感覚っていう意味では遠いですよね、はい、うん、遠いというか多分、はい、そういうこともずっと考えてそうな気はするんですよ、はい、この人教えてくださいよ。なんかあのメカニズムを知りたいわけじゃないか、世の中の仕組みを知りたいわけじゃないか。教えてくださいよ。なんで言わないんですか、タイプ語の人は。何語ですか。自分が蓄えた知識ですよ。あ、知識となんで言わないかというか、はい、言わないっていう、言わないようっていう発想がないんじゃないですか。世の中を僕はまだ知れてない。今知ってることはダメなんですか。ダメとかいうか、だからもっと知りたいっていう方向に欲求がいってる。僕たちのことはどうでもいいんですか。どうでもいいですよ多分多分この辺、はい、かなって思うんですよ、うん、この、まあ、要はこう不安なんですよ。このままで僕はこの世の中を生きていけるのかっていう。周り生きてますよ、うん、でだからもっとより完璧に生きていこうとするためにいろんな知識をつけようみたいなことをずっと考えてて、人とうまくやるためにはどうしたらいいのかばっかり考えてるみたいな例えば対人でも、はい、でそれってこう実際に話したりはしてない感じじゃないですか。そうやって人と接する人は重要だから、はい、こういうアドラーも重要だよね、はい、みたいなことは考えそうじゃないですか。でアドラーの勉強はいっぱいしてそうだけど、はい、勉強するだけみたいな、あ、そういうことか、納得して満足しちゃうみたいなだとするとってまた疑問が出てくるんでしょうね、うん、そうそう、うん、で世の中のカーネギーはどう言ってたっけとか、そっち側また掘ったりとかして、で次またこれはどうだったっけみたいなっていうのを永遠と繰り返してる人ですよね。それは不安があるから、うん、そう、まあ世の中の仕組みを知ってなきゃいけないみたいなことじゃないですか。あ、うん、実践はしなくていいんですか。しなくていい、 しなきゃいけないとも多分思ってるんですよ。いや、フィールドワークって必要ですよね、はい、だけどそれが本当にそうなのか、うん、はい、だけどいや、もうちょっとあれをもうちょっと調べてからそれ終わりますかねっていう囚われですよ。なのでやりながらじゃダメですかね、うん、なのでこうエニアグラム的にはもっと今あるものを出しましょうっていうじゃないですか。という、はい、外に出たくないから不安を作り出していて、それを埋めようとして知識を求めてる感じなんですかね。多分これ、まあ、アドラー的に言うとそうですけどねそうですね、アドラー的に言うとまさしくそうですよねエニアグラム的に言うとこの発想ではない気はしますけどそうですね、アドラー的に言うと目的論だと、はい、そうですね、外に出たくないから、はい、僕はまだ完全じゃない、うんうん、はい、でタイプ5がなぜこの徹底して知識を追求するか、うんうん、っていう背後には、うん、世界でうまく機能できるのだろうかっていう不安がありますと、うんうん、タイプ5は他の人たちほど自分が物事をうまくこなせないという、うんうん、感じるのですと、うん、けれども自信を強めてくれそうな活動に直接関わるよりも、自分がより有能であるという感じる思考の世界に退却します、うんうん、彼らは思考という安全なところから物事をどのようにしたらいいのかを
最終的に解明でき、うん、いつかは世界に再び加わるだろうと信じています、うんうん、やっぱり和は見てるんですね。和は見てて、はい、この縄跳びでこうやってる感じですね。まあ、俺ならあそここうやってやってもっと良くなるとか言って思ってるんですよ上からなるほど。でそう声がかかった時に、はい、全力で思いっきりよくできるようにずっと調べてるみたいななるほどそういうとこですね、うんうん、タイプ5は観察し熟考することに多くの時間を費やしますと、うん、例えば風やシンセサイザーの音に耳を傾けたり、うん、裏庭のアリ塚の中で起きていることについてノートを取るなどしますと、うん、観察に没頭するにつれ知識を吸収し自信が出てきます、うんうん、彼らはまた興奮するような新しい情報に出会ったり、うん、新しい創造的な組み合わせを試みるかもしれませんと、うん、で観察結果を認めてもらえたり仕事が理解されていると分かると、うん、能力が確かめられた、うん、ということになり、うん、根源的欲求が満たされますと、うん、したがってタイプ5は知識理解洞察を高く評価します、うん、なぜなら彼らのアイデンティティは独特の眼識のある意見を持つ人間であることを軸に構築されているからです、うん、このためタイプ5はすでによく知っていて確立されているものを探求することには興味がない、うん、どちらかというと見過ごされているもの、うん、キーで驚異的思いもよらないもの、うん、オカルトなどに関心が向かいます、うん、未知の領域を調べること、うん、他の人たちが知らないものを知ること、うん、あるいは誰も体験したことがないものを作り出すことにより、うん、このタイプ5は他の誰も占める占有したことのない、うん、自分に適した場所を持つことができますと、うん、そしてこのニッチを育てることは独立と自信を獲得する上で最良の方法であると信じています、うん、なんでこのタイプ5っていうのは安全と自尊心のため自分が有能で世界とつながっていると感じられる、うん、ある程度の専門的知識を少なくとも一つの分野で持っている必要がある、うん、彼らはこう言っていますと自分がとてもうまくやれる何かを見つけよう、うん、そうすると人生の挑戦に立ち向かうことができる、うんうんうん、ただし余計なものに気をそらされたり邪魔されたくはない、うんうんうん、従って彼らは何であれ、うん、自分が熟達できて、うん、安心感のあるものに集中します、うんうん、それは、まあ、数学もあるロックンロールもある、うん、クラシックも車の修理も、うん、ホラー SF、うん、全てもしくは全く想像の中で作り出された世界かもしれない、うんうんうん、なので全てのタイプ5が、うん、学者や博士というわけではなく、うん、この知性や手立てに応じて、うん、自分の関心を取られた何かに、うんうん、習熟することに心を砕きますと、うん、そんな感じですよもうなるほどというタイプ5、はい、でよかれあしかれタイプ5が探求する分野は、うん、社会的な承認を当てにしない、うん、あなのでこのアドラーの言うところの、うん、承認欲求、うんうんっていうのは、うん、そんなにないかもしれないですね、うんうん、他人の意見には左右されない左右されない他人の評価は僕みたいにあまり見てないそのだって自分の方が知ってますからねその自信は強いですよねまあそれだけこう学ぶみたいなところがあるじゃないですか、はいはい、なので自分の考えがあまりにも同意、うん、簡単に同意すると、うん、あれこの考えはありきたりかもしれない、うんうんうん、と恐れる傾向さえあると、うんうん歴史上物事を理解したり行う上で容認されているやり方をひっくり返した有名なタイプ5の例は事欠かないと、うん、ダービン、うん、アインシュタイン、ニーチェ、うんうん、しかしそれよりも多くのタイプ5が自分の複雑な思考プロセスの中で迷ってしまい、うん、単にエキセントリックになって社会的に孤立していきますと、うんうんうん、っていうことですね、まあ、5だからアインシュタインではないって話ですもんねダービーに、はい、みたいなでなのでそうアドラー的に言うと共同体の一員だよと、うんうん、っていうところは目を向けといた方がいいかもしれないですねでその共同体の一員だよっていうのも分かってるよって話だと思うんですよ知識でははいはい知識ではねそうやってますかっていうのは別ですね、うんはい、で多分そういう人だと思うんですよね分かってるあそんなのは分かってるよっていうはい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 なのでタイプ5の
強烈な集中力は目覚ましい発見や革新に至るが、性格が硬直したものであれば自滅的な問題も生じかねないと、集中力が無意識に最も差し迫った実際的な問題から注意をそらす役目を果たしているのですと、っていうのがあるかもしれないですね。目的論的に言うと、こっちを見たくない、現実世界を見たくないからこっち側に没頭する、知識の方に、はい、それが、はい、それさえ身につければ大丈夫って思おうとしてる、はい、で引きこもるっていうのはある問題ですよね、うんうん、この彼らの不安の源、うん、対人関係、うん、肉体的身体的力の欠如、うん、仕事が見つからない、うん、これが何であれ通常の段階のタイプ5は、うん、こうした問題に取り組まない傾向があると、うん、それよりもそっかそれよりも、うん、自分がもっと有能に感じられるような、うん、他にすることを見つけると、うん、で皮肉なことに彼らが自らの専門領域にどれだけ通じたとしても、うん、この世界で機能できるかどうか、うん、っていうのはより根源的な不安を解消することにはならないと、うんうん、例えば、この海洋生物学者のタイプ5が、うん、あらゆる甲殻類の全てを学んだとしても、うん、自分の家庭を適切に営めない、うん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 、そういう恐れを持っているかもしれないと、うん、っていうのは潜在的不安を解消してないことになるでしょうと、うん、この辺のやっぱり目的論があるかもしれないですね、うんうん、こっちで生きていけない、でこっちでは僕は有能ではない、うんうん、からこっちに有能であるところで生きていきたい、うんうん、だって僕有能だもん、うん、って思い、なんて言うでしょう、浸れる、まあ浸りたいかどうかは置いといて、はい、不安だとは思うんですよ。あ、僕の中ではあ浸ってんだねって、うんうん、はい、うん、だからこう不安だから不安なとこよりも安心できるとこにいたいみたいな、はい、うん、生存戦略ですね、生存戦略はい